散らかってるの見えてないよだって。なんか今日は多分掃除機かけたから、いつもかけてるんだけど、なんか片付いて、お母さんが多分片付けてくれたのかなと思われます。こんばんは。キャップかわいいって、リボン最近の流行りです、こういうキャップが。おうちハム写真かわいいって見ましたか？今さっき投稿しました。今さっき、ほんの今さっきです。なんかその日あんま盛れなくて、2枚ぐらいしか載せたい写真なくて、そうなんかあんま載せたいのなくてね、正直。からでも載せれるのが2枚ぐらいしかなくて、そう私にしては珍しいかな、2枚は。インスストーリーやっとこう。最近インスタの、インスタのちょっと、いいねがちょっと少ないから、みんないいねしてほしいな。ちょっとインスタのいいねがね気になっちゃうんだ。でもまあいいねってさ、どうなの、私だけなのかな、やっぱ気になるのって。ちょっと気になってみるんだよね。そう。ストーリーは全く見ない、私。自分の上げてもいいねの数とかのあんま見ないけど、ストーリーのいいね数見たことないかも、私。でも今考えたら、どうしようかな、んかこれでいいや、いけ。おー、何でもいいですよ、気に入ったものだけいいねする。何でもいいね全部いいねしてくれた方が嬉しいかなって思います。インスタって投稿したよとかでも通知いかないんだっけ。そう、いいねがね気になっちゃうんですよね、私。あ、通知来るんだって。どれがさ、いいねしてください、よろしくお願いいたします。インスタね、ちょっとね、もうちょっとね、そろそろね、投稿するものがなくなってきてるから、行かないと。本当に多分あと1個載したらもう載せるものないかな。
やばい、取りに行かないと。あ、でも今度お祭りが約束したから取れます。珍しい、私にしては。あ、なんかあるかな。でも結構こう最近さ、高頻度でなんかもう夏系の投稿って今もさ投稿しとかないとさ、なんか季節外れになって投稿するのも嫌だから、小太郎のしてください。可愛い小太郎の写真、いい写真が撮れたら投稿しますね。たくさん撮るわ。なんかさ、そのメンバーとかに撮ってもらうけどさ、今何の話してたっけな。あ、そう、なんかこだわりの写真、そう、なんかやっぱあるじゃん、なんかこういうこうやって撮ってほしいとか、そうあるけど、私はやっぱりなんかそう、私はちょっとこだわり強めなんですよね、やっぱり結構こだわり強めだから、あ、だからいつもこう撮ってって、一回撮り終わった後にこう撮ってこう撮っ ってお願いするの、やっぱいい写真を撮るために。お互いね、そう言い合うんだけど、もうちょっとこうしてほしいとか、もう一回撮ってほしいとか。そう、私は特にこだわり強い。まあみんなそうだけど、なんかさ、あんまり妥協したくなくて、インスタに載せるものを。本当にガチ勢なので、私は妥協したくないから、いい感じに撮ってほしいので頑張ってもらってます。そう、でもなんかなんだかんだ言って、私的にはお母さんが一番撮るのうまい説を検証したいです。私はお母さんめっちゃ撮るの上手なんだよね、なんか意外にも。このさ、インスタ始めましたと花火大会と、なんかあの神社のやつはお母さんが撮ってもらった。上手じゃない？めっちゃ上手なんよ、知らんけどね。でもやっぱさ、その人の好みがあるじゃないですか。だから好みが一緒な人と一緒に多分行った方がいいと思うんだよね。お母さん、ママね、ママが一番上手だと思う、私分からんけど。でもマジでお母さんは、私が教育って言っちゃ悪いけど、なんか育成、こういう感じに撮ってほしいってめっちゃ言いまくってるから、もう覚えてきたのかもしれない、そのね、どういう風に撮ればいいっていうの、だんだんと覚えてきたかも、なのかな。お母さんは藤子の考えじゃないですか。え、そう、なんか私最近なんか自分に似合う髪型が知りたくて、これしたら似合うみたいな、なんか知りたくて、なんかピンってくるやつ、自分にそうピンってくるやつ、何かなって思って。そうで、逆上がりはユニットが愛の色なので、そう、ユニットが愛の色だから、あんまりあげたくないね、ここが寂しくなっちゃうのが嫌だから、あげたくなくておろしてる。私はなんかおろしが似合うと思ってたけど、おろしのなんかアレンジ加えたくて、でもなんかそう、おろしの
おろしでアレンジしたくてみたいな。そう、なんかただおろして、ま、巻いてじゃなくて、巻きおろしに一手間アレンジを加えたいんですよ。でもなんかピンとこなくて、なんかあんまりから、もしかしたら、あ、誰だ、ダンさん、ありがとうございます、ありがとうございます。画用紙どこ行ったっけな、私画用紙どこやったっけ、ありがとうございます。画用紙なくしちゃった、どこやったっけな、明日も坂上がりです、明日も坂上がり、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、じゃん、ありがとうございます、慌ただしいのに、ありがとうございます、カーグリがね、たくさんなんですよ。昨日の公園、藤子甲子が近くにたくさんいて楽しかった。なんかさ、固まってたかもね、もうなんか下手の方にさ、なんか固まってた気がするんだけどね、気のせいかな、下手の後ろの方に昨日はたくさんいたなって思った。なんかさ、多分前回のおしゃべり会とかが終わった後に、多分また好きになってくれたファンの方とかも多分そういるだろうから、なんか名前、なんかそのやっぱショールームとかツイッター X とかで、ショールームとか X とかでさ、この人の名前知ってるけど顔が分かんないってさ、やっぱこ結構あるからさね、ちょっとモヤモヤなんですよ、自分的にはそれが。もやもやだからね、早くなんか覚え、なんかすっきりしたい、みんなに名前聞いて。すっきりしたいです。ね、あ、なんかこうやってお見送りするとき、私のうちは持ってくれてるけど、なんて名前の方なんだろうって、だからあのおしゃべり会の時は、そうハイタッチ会の時はなんかあのできればっていうか、できる方っていいんですけど、あの名札をつけてきてくださると助かります。ここら辺に僕の名前はないんです。そう、なんかめっちゃショールームとかで言ってくれる人は
分かる名前はもちろんけど、そう、ね、なんかなくね？そう、あーなるから絶対に。名札じゃなくてもなんかさ、そういうのあったよね。でもネームカードみたいな、あとか今日公園行きますって人は方は、もし私のうちわ、手作りのうちわとか持ってきてくれるなら、そのうちわを X でこのうちわ俺ですみたいなとか、そうだと、あ、このうちわの方は何々さんって言うんだとか分かりやすい。うちわに自分の名前で、なんね、でも、まあ、みんなとお話しするのがすごく楽しみなので、今一番さ、最初はさオンラインで、その次が愛知のやつなのかな、多分12月かな。そう、オンラインは何々さんが来たよって。そう、わかるんです。そうだから、オンラインよく来る方とかは名前が出るから、あの、わかる、めっちゃ。オンラインで出るんだよね、なんかニックネーム、本名じゃないけどニックネームが出て、まるまるさんがいるよって、こっちから見えますのでね。でもね、うん、いつだっけ、バレたくないから初めまして言いづらしがち、バレたくないんだ
逆にね、バレたくないんだってえ、確かに次からハイタッチじゃん。ねえ、ハイタッチが。でもさ、私もさ、言うてさ、去年の12月に初めてそういう対面、直接での対面の、そう、イベント、おしゃべり会とか、その12月2023年の初めてやって、なんかね意外とつい最近じゃない、でもなきゃもうそれをさ入った時からしてるってことだもんね、すごいわ。私たちはオンラインだけだったからさ、中学生があれだったので、タイミングは12月か。え、結構先だね、オンラインも。オンライン来てほしいな。今回もまたどっかで制服とかなんかできたらいいけど、めっちゃ先だね、もう冬だよ明らかに。コタロオンライン希望って、コタロかわいいね。え、コタロいるかな、ちょっと待ってて、
こんな感じです、今日のコタローは。いたいたいた、いた、めっちゃ構えた。痛い、コタちゃん。あ、なんで噛むの。あ、痛い、靴下が脱げる。なんで噛むの、コタちゃん。ペロ舐められてる。爪めっちゃ爪やばい、コタロー爪やば、君爪やばいよ、切ろっか今度ね、コタロー切らないと、これは痛くないの、爪長くて痛いやろ。そう、爪を切らしてくれたい、くれないんだよね、コタロー。かわいい、めっちゃかわいい。壁ガリガリ やらないかな。でもソファーとか椅子とかにガリガリするんだよね。足なんかね、 手がダメなんだよね。足はさ、なんかさ、寝てる時とか切らしてくれるんだけど、てかなんか足はなんかもう短い、伸びてない、なんか自分で多分噛んであれするんだって。足、手はしてくれてないけど。猫太郎、太郎はねそういう人間なんだよね。てっちゃん、怒らしちゃったかも。スマホはどこやったっけ。こんばんは。なんかね、いろいろ試してみるんだけどさ、何も成功しない、爪切りに関しては。どうしたらいいんだろうね。そうだよね、コタローはね、マジで全然なついてないというか、頭に何か、なんか頭にあのコロコロの髪を乗っけると癒やしいんだけど、なんかそれしておとなしくなる子もいえば、もうそれをつけて大パニックになる子もいるから、そう、それをね頭につけてもうピタッて止まって人形みたいな子もいれば、なんかめっちゃ大パニックになる子がいて、で、コタローは大パニック派だったの。もう爪なんか切れる状況じゃない、なんかね、性格にあるんだろうね。もうコタローは大パニックでダメだった。
から本当にもう家族4人でこれで小太郎を抑えて切ってって。ね、なんか別にさ悪意でさ切ろうとか思ってるわけじゃない、全員でさ思ってるんだからさ、あの小太郎もさそれをさ小太郎もそれをさ分かってくれたらいいのにね。全員でやってるってことだから、やっぱ言葉が通じないとめあの難しいわ。明日も逆上がりです。そしたら明後日は目撃者です。久しぶりじゃない、1ヶ月ぶりぐらい。そう、目撃者と逆明日さーか、美容室行きたいんだよね最近めっちゃ。いつかな。あ、お、13、14もあるみたいです。17もあるみたいです。もう21もあるみたいです。いろいろありますね、後編。坂上多いね。そうなのよね、ちょっと坂上多いね。6、7回ぐらいあるんじゃない、もしかしたら。そう、目撃者もね、あの私が出るときにとみんなが行けるときのさ都合が会いにくい可能性が大だから、やっぱり。そう目撃者ね、なかなか多分都合が合いにくいから。ね、来てくださいな。僕だじゃん。今日はね、目撃者の定点とか見たりしたんですよ。そう、どんな自分ってどんな感じなんかなって思って、なんか、あ、やっぱやめよう。でもさ、やっぱ目撃者、公園ってさ、だいたいさ、近くにいる人がさ、同じなこと多いからさ、そう。
記者ね。私前座とか覚えてんのかな。でもなんかさ、あの覚え、私さ覚えてるのかなっていうか、でもさあの前座やってるからさ今それでさ分かる。ミニスカートの妖精、ツッツン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 、1,2,3,4ツン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 、望遠鏡そっと覗いた夜空にビーズのような星の光を見る、うん、瞬くたびにキラキラ眩しくてため息が出る。でも意外と覚えてるもんだよね、これなんか私の意味レモンは全く覚えてない。青いレモン一つあげたいの、そう私のすべて青いレモンほど赤すぎる果実は愚かしい。こっちが覚えてない。レモンずっと好きでした。でも言えませんでした。教室の窓から見てました。グラウンドを走るあなたを目で追っていました。時々あなたがこっちを見ているようで、その度に私はカーテンに隠れていました。練習に疲れたあなたにいつかあげようと思って、私の手のひらの中にはいつもまだ青いレモンがありました。合ってるか分からんけど多分こんな感じ。ずっと好きでした。でも言えませんでした。教室の窓から見てました。グラウンドを走るあと目で追ってみました。時々あなたがこっちを見ている、そのために私はカーテンの窓に隠れていました。私はちなみにここ時々あなたがこっちを見ているようでみたいな。電車に疲れたあなたにいつかあげようと思って、私の手のひらの中にはいつもまだ青いレモンがいました。私は教室時々あなたがこっちを見ているようで、え、確かになんかさ、私さ別にさ多分さ私さとあれなんだけどさ、あれさ確かにね、後の人ほど、まあ、最初の人とかはさ別にいいやん、3、4番目の人とか結構さ分からんやん、なんか確かにさ、え、なんか一回さあれやった、確かになんかいけるかみたいな、そう、なんかずっと好きでした、もう言えませんでしたね。2番目と3番目が割と長いじゃん。教室の窓から見てました。グランド足であなたを目で追っていました。時々あなたがこっちを見ている、そのために私はカーテンを隠れていました。確かに、え、言えなかった時とかあんのかな。え、言えなくて終わったことないんでしょ、あるんかな、誰でもさ、で最近思うのがさ、
なんかそのちょっとなんかあのさ、なんかこの言葉の意味知ってるって言われて、まあわかんないけどちょっと知らないっていうのが恥ずかしくて、あ知ってるよって言ってみて、あじゃあ何って言われたら、適当に言ったら違うってちょっと知ったかぶりして外れた時が最近めっちゃ恥ずかしいなって思う。なんかさ、私前やったんだよつい最近、これ意味なんかね、そうこの前なんか映画の予告、あ映画のあらす、私が気になる映画のあらすじをそう教えてもらってたんだけど、そうだからね、知ったかぶりでもさ、知ったかぶりする人って何なんだろうね、私もだけど知ったかぶりしちゃうよね、なんかさ知らないのが恥ずかしいと思っちゃうんだよね。何なんだろうねとかさ、なんか適当に言ってそうな人とかおるやんたまにね、私もそれしちゃうからさ、何なんだろうね何なんだろうねあれって。そう知ったかぶりしてそれが合ってるならいいけど、間違ってた時が一番気まずいよね。でもなんかさ、多分私、そう私が、私がねなるのはなんだっけ、なんかちょっと知ったかぶり、なんだっけ、なんて言ってたっけな、今知ったかぶりね、あそう見え張っちゃうんだよね多分、なんか私知ってますよアピールをしたいくなっちゃうの。そうなんか知ってますよみたいな、知ってますよみたいな、でそれで全然また外れなことを言ったりする人面白いな。でも私もやってんだろうな、そういうの無意識に。でも人間って多分そういうのしちゃって、そういつの間にか、ちょっとねなんか知ったかぶりしてみたくなっちゃう。 MC 初めて使う言葉も確かに、使い間違いとかね、言葉、新しい言葉知ってそれをなんか、あんま意味知らずに使って、可愛くないでもそれって普通になんか子供って感じ。え、そうそう準備万端、私準備万端ってさ、あ、浅井がよく分かってない。そりゃ知ったかぶりに入るよ。入っちゃうんじゃない？そうだから、例えば藤子って6月生まれだよね。あ、違いますけど。みたいな。さあ。そう。ね。そういうのがさあるって、そういうことだよね。知った、え知ったかぶりってどういうこと、こういうこと、なんかし私のこと全部分かってますよ、じゃあ私があのアンダーデビューした日はいつでしょう、12月の14とか、違います違います、秒で答えてる、騒いであげよう、こうやって。でもなんか、うん、あ、藤子5番グランプリ、え、最近やったよね、さーちゃんとさえさんもやってた、あの遠隔操作、あ、チャーハン大好きと思われてたり、本当にそう、でもチャーハン好きじゃないのに
え、どこまでが私なんかさ、あれなんだろうね、うん、これ知ってたらすごいってなんだろう、私のこれ知ってたらすごい、うん、なんでチャーハン棒ができたのかとかさ、ね、何知ってたらすごいかな。あ、でも自分が分かんないことはね、あれだから、まあ別にいいんですよ、好きでいてくれるだけで嬉しいのでね。あ、ビジネスチャーハン部部長、そんなこと言わないで、ビジネスチャーハン、それはね、あ、コンタクトレンズのサイズ、確かにそれ知ってる人いないでしょ絶対。身長はね、わかる、足のサイズもメール見てる人わかるかな。あ、もう読んじゃった、もうそろって終わりますね。13位、しみしみさん、ありがとうございます。12位、シャオタンさん、ありがとうございます。11位、テステスさん、ありがとうございます。10位、ミルンクラゲさん、ありがとうございます。9位カンさん、ありがとうございます。8位ワンタンメンさん、ありがとうございます。7位ウッチーさん、ありがとうございます。6位ルルルンさん、ありがとうございます。5位ただの魚さん、ありがとうございます。4位キャノシーさん、ありがとうございます。3位リオダさん、ありがとうございます。2位 HKT 超絶おじさん、ありがとうございます。1位ダンさん、ありがとうございます。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみ。じゃあね。